モーションシティサウンドトラックはアメリカ合衆国の中西部に位置するミネソタ州ミネアポリス出身のバンクバンドである。1997年の結成後メンバーの入れ替わりを経て2003年に現在のメンバー構成でエピタフレコードからデビュー。現在は2011年に自分たちで設立したレコードレーベルザ ブーンボックスジェネレーションに所属。本国アメリカを中心として、カナダ、イギリス、オーストラリア、日本にてもライブツアーを行い、ファンを獲得している。楽曲は、オルタナティブロック、インディーロック、エモ、パワーポップ、ポップパンク、ポップロックに分類される。1997年、ミネソタでバンド活動をしていたジョシュア・ケインが、バンドの解散をきっかけに、 別のバンドにいたジャスティン・ピエールを誘い、ギタリスト、ドラマーともにバンドを結成。1998年、ライブ活動を開始。キーボーディストが加入するも同年脱退し、ジャスティンとジョシュアが、キーボードパートを分担することとなる。メンバーの入れ替わりを経て、ジョシュアは、現在のギター担当となる。1999年、ファーストシングル、プロムナード。 キャロライナオリリース。2000年、ファースト EP、キッズ・フォー・アメリカ、セカンド EP、バック・ツーザ・ビートをリリース。2002年、交流のあった、リッチモンドのバンドから、ドラマーのトニー・サクストンが加入し、遅れて、同バンドから、ベーシストのマッシュー・タイラーが加入。トニーと、ほぼ同時期に、ジェシー・ジョンソンがキーボーディストとして加入した。 2003年6月26日、ファーストアルバム、I Am the Movie をリリース。2005年6月7日、セカンドアルバム、Commit This to Memory をリリース。ビルボード、US Indie チャートに手2位を記録。2007年9月18日、サードアルバム、Even If It Kills Me をリリース。ビルボードのアルバムチャートにて初登場17位、US Indie チャートにて1位を記録し、 米 a p c 7年最も期待するアルバム、特集号で表紙を飾る。2010年1月19日、フォースアルバム、マイ・ダイナソー・ライフをリリース。ビルボードのアルバムチャートにて初登場16位、US ロックアルバムチャート、US オルタナティブアルバムチャートにて3位を記録。2012年4月17日、フィフスアルバム、GO、2012年6月リリース予定の、 先行シングル、トゥルー・ロマンスをリリース。2013年3月20日、ドラマー、トニー・サクストンが脱退。新ドラマー、クラウディ・オリベラ加入。2016年のファイナルツアーをもって、無期限活動休止。2019年6月17日、公式ホームページ及び SNS で、活動再開とツアー開催を発表。ありがとうございます。